特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。アニメ、鈴宮春日の憂鬱の魅力を語ろう。どうも、ゆうちゃまです。2006年のアニメですよね。もう15年以上も経ってるわけじゃないですか。すごいね、時代の流れを感じます。未だに頭の中に残ってる名作アニメですね。設定がやっぱり面白いんですよね。宇宙人や未来人、超能力者っていうね。これがアニメキャラの中でしっかり登場するのが面白いんですよね。僕の中で、春日の中で出てくる長戸ゆきちゃん、衝撃でした。あんなに基本無口なのに、朝倉涼子の時に全力でキョンを助けてくれたのが、すごいね、心に来たんですよね。もうなんかハート掴まれましたって感じでした。守られるヒロインもすごい素敵なんですけど、守ってくれるヒロインって心強いなって思います。メガネ外した姿も可愛いんですよね。で、春日のキャラってみんなバランスがいいんですよね。みくるちゃんも今見るともうすごい可愛らしいじゃないですか。もっと人気とか出てよかったんじゃないかなって思うんですけど。キョンが癒されてるのも気持ちわかります。マスコット的なね、ところありましたよね。みくるちゃんは未来人ってことなんですけど、謎が多いんですよ。基本的にもそれは金属事項です、金属事項なのでって言って謎だらけすぎる。で、まあ超能力者のね、小泉くんもいいキャラしてますよね。小泉くんは当時僕が春日を見てた時はあんまりね、こうそこまでおーって響かなかったんですけど、なんかね、こう今大人になって見てみると、その小泉くんの魅力を感じますね。なんかキョンと仲いいですし、なんかね、場を円滑に進めてて、なかなかの苦労人ですよね。小泉くんと長戸はキョンが困った時に全力で助けてくれますよね。 SOS 団はそういう協力感、仲間感がいいんですよね。春日を筆頭に、まあ、全力でみんなを引っ張っていくんですけど、今見てみるとすごい高校生らしい楽しい遊びしてるんですよね。エンドレスエイトを見てた時にそう感じました。夏祭りとかプールとかみんなでバイトしたりとか、春日は青春が詰まった作品でしたね。ハレハレ愉快とか未だにね、あのオタク文化を盛り上げてくれましたよね。で、もう神曲ゴッドノーズは未だにカラオケランキングの上位ですから。映像も含めてあれは伝説でしたね。平野綾さんの歌声もね、相まって素晴らしかったです。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。